言葉が、例えば微妙な三角関係あるんですよね。え、微妙な三角関係、微妙な三角関係、日本語で微妙な三角関係、そう、そう、それも韓国語で微妙な三角関係だからそれでびっくりしました意味も同じしえ、嘘でしょ韓国語もこれで言うんですけどって言ったんですけど、意味も同じですよ。意味も同じ、まあ、3人のそうね、ああ、恋愛ね、それがびっくりしました